はい。ゾエメンパートナーズの森です。今回は、今月ね、読んだ本のお話をいたします。今ね、2024年の1月のね、えーを待つというところなんですけれども、今年のですね、私の目標がですね、いろいろあってですね、その中の一個がね、毎月必ず一冊本を読むというふうなね、目標を立てました。 で、それのね、あの、進捗状況を一応ですね、今回報告というふうなね、感じになります。まあ、ほとんどの方ね、興味ないのかなと思うんですけれども、まあ、私の会社ね、えー、やってる会社の社長はね、どういう本読んでるのかな、気になる方もね、もしかしたらね、えー、ごく一部ね、えー、いらっしゃるのかなと思いますんでね。まあ、そんな感じでですね、少しだけ聞いていただけたらなと思っております。まずですね、1個目に読んだ本はこちらですね、え春、ー、のカレンダー。何これね。あ <laughs> の話なんですけど、こんなの もう聞かないねえ、な、違う動画見んようねえ、なっちゃうかもしれないんですけれどもね。まあ、とにかくこれ読みましたね。なんかね、えっ、ー、と、1年間の今日何やるかみたいなのがあるんですよ。例えば2月の3日になったらね、あの豆まきあるよね、とかね。なんか2月の、ね あの冬の遊びってこういうのあるよねとかね。旬の食べ物ってこういうのだよねとかね。2月になったらこういうことやった方がいいよねとか。なんかそういうのをね、あの、書いてあるんですよ。たくさん書いてありました。12ヶ月分ね。だからこれを元にですね、あの、家族と共にね、なんか遊べたらいいなっていうふうに思いましたね。なんか2月はね、豆まきとかえほう巻き食べるって書いてあったんでね。まあ簡単だなと思ったんで、とりあえずね、あの、うちの妻がね、百均ってね、あの、鬼のお面を被って、 あの、買ってきたんでね。あと、豆ももう買ったって言ってましたんでね。まあ、2月のね、えー、それ豆まきやるんじゃないかな。で僕が多分鬼になるんじゃないかな、という風なね、えー、感じなのかな。ね。あの、思ってますんでね。<laughs> あの、鬼がね、退治されちゃうよっていうね。 あの、お話ですね。まあ、そういうのはね、なんか3月はこういうのあるよね。4月はこういうのあるよね。ってね。いうようなね、感じです。まあ、こういうのね、結構好きなんでね。私ね、あの、なん,んですか。イベントごとみたいなのが好きなんでね。家族と一緒にね、こうやったりするとね、すごく楽しいんでね。だからまあ、この間ね、あの、みんなでね、餅つきとかもやったんですけどね、すごくね、楽しくてね。あの、子供たちもね、喜ぶんですよ。少しだけでもこういうのやるとね。だからまあね、うち家族、まあまあ、それなりにいますんでね。えー、だからまあ、そんな感じでね。 楽しめればなと思って、えー、これう、う、うちのね、あの、僕が買ったんじゃないんですよ、ここの本ね。うちの妻が買ってきて、それをですね、あの、うちの妻が読む前にね、もう、あの、<laughs> 奪い去ったってさね、あれなんですけどね。じゃあ、の、まだ見てないなっていう好きで、ね、さーっと全部読んでね。あのね、いたと。これがまず1個目ですね。これも1月のね、10日ぐらいまでの段階でね、読み終わりましたね。はい。で、続きまして、こちらですね。えっ、ー、と、究極のセールスレター、ダン・エス・ケネディ長。 えー、神田正則さんがね、えー、監修、監修してるというかね、監役っていうんですか、してるというね、えー、第一人者ですね、神田正則さんをね。で、この本ね、えっ、ー、と、読みましたね、究極のセールスレーター。まあ、こういうのね、大事です。基本的に、ね、大事ですね。まあ、仕事上ね、あの、使うようなもんなんでね。まあ、これをね、ま、あさっと読んでね、あ、なるほど、こういうふうにやればいいんだな、つってね、えー、それ通りにね、 やっていくと、まあ、私結構ね、あの、基本に忠実なタイプなんでね、基本通りにやる。自分なりの応用っていうのは基本的にはしていかないです。応用はですね、こっちとこっちを組み合わせみたいな感じのことはやるんですけれども、基本はですね、もう言われた通りに言われた通りの感じでやっていくっていう、 スタンスなんで、ね、もう自分なりのね、なんか、お、なんか、俺はこうだぜみたいな、一切ないんでね、言われた通りに、えー、言われたことをね、そのままやるっていうね、タイプなんでね、まあ、このね、ダン・エス・ケネディさんがね、えー、書いたこの究極のセールスレターっていうのを読みました。はい。で、続きましてですね、えっ、ー、と、こちらですね、えー、市倉サダム先生の本ですね、市倉サダムの社長学シリーズ2巻ですね、これ第2巻です。第1巻はですね、去年読みました。で、第2巻を今月読んだと。 いう風なね、感じですね。経営計画、資金運用編という風なね、感じですね。内倉貞ら先生ね、あの、昭和の名コンサルタントって言われている方でね、えー、とてもね、えー、素晴らしいことがね、内容盛りだくさんでね、すごく書いてありますんでね、まあ、これ読んだという風なね、感じになります。これね、まだあとね、十、十か、十全部でね、十何巻あるんでね、これ毎月ね、毎月かね、これ長いんですよ、すごく。すごく長いんで、毎月か、 えー、各月ぐらいでね、この一クラん、サダム先生の本はね、あの、このシリーズね、この動画のシリーズ内では、あ出てくると。だから今2巻読みましたんで、次3巻がね、来月、もしくは再来月、2月、もしくは3月ぐらいの動画で3巻読みましたっていうのがね、あの出てくると思いますんでね。まあぜひね、こういうのをね、読みたい方はね、読んでいただければなと思うんですけれどもね。 はい。で、続きましてはですね、こちらの本ですね。えっと、採用のね、本ですね。あの、人員採用の本なんですけれども、まあ、このぐらいの感じのね、あの本であればね、さーっとね、もう一日ぐらいでね、読み終わっちゃうっていう風な感じなんでね、まあ、滑り込みでね、読み終わったという風なね、感じになります。まあ、今月はですんでね、まあ、4冊読んだという風なね、感じになります。で、これ予定立てたのいつでしたっけね、えー、?10 日ぐらいですかあわかんないですけど、ちょっと忘れちゃったんですけどね、1月の10いかない、 言ってましたか言ってませんかちょっとね、予定立てた日がね、わかんないんですけど、とにかくね、まあ、20何日ぐらいで、まあ、冊なんでね、まあ、5日で1冊ぐらいのペースでね、読めたんじゃないかなっていうふうに思いますんでね。まあ、ですんでね、えー、2月は28日ありますんで、まあ、 観冊。って <laughs> 少なくなっちゃいましたけどね。まあ、とにかくね、あの、一ヶ月にね、一冊でも読みたいなっていう風な感じでね、私思ってますんでね。まあ、ね、それクリアして、次に、さらに次にっていう風なね、ところでやっていけたらなっていうところで、まあ、今回はね、四冊読んだというところになります。あとね、あの、家族の決まり事みたいな感じでね、この目標をですね、あの、その月の達成できたら、 好きなところにね、あの、ご飯食べに行けるっていう風なね、感じにしました、私。で、それね、結構みんな喜んでね。で、子供たちはね、あの、子供たちの目標があるんで、子供たちの目標クリアしたら、あの、お菓子をね、あの、300円分駄菓子屋みたいなとこで買っていいよ、みたいな感じでね、えー、してすごく喜んでね。 あの、目標達成に向けてね、えー、頑張りたいって毎日言ってますね。300円のお菓子がすごく好きみたいでね。うん、って感じです。僕はですね、えー、目標達成してですね、今回はですね、えー、こ,のいい <laughs> この一瞬のカレンダー <laughs> 読んでね、あの、すぐサイゼリアに家族で行きました。1月に行きましたね。サイゼリアが僕ね、あの、すごく好きでね、千葉県民はみんなサイゼリアが好きなんじゃないかなと思ってるんですけれども、私ね、サイゼリアがすごく好きでね、サイゼリアさん、 すごく好きです。<laughs> サイゼリアに行ってね、楽しかったという風なね、感じです。ちょっとね、あのー、久しぶりに子供の写真を出しておこうかなと思うんですけど、まあこんな感じでね、えー、楽しんでね、家族でね、あの、やってたという風なね、感じになりますんでね。まあ、ですんでね、まあ、2月もね、この調子でね、どん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 とね、あのー、読んでこうかなって思いますんでね、まあ、私が読んだ本はこんな感じの本ですよ。で、あの、植木の本とかね、あのー、庭の本とかっていうのはね、去年かなり 読み込みました。去年とおととしね、かなり読み込みました。で、もしね、えー、違うのがあればね、どん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 読んでいこうかなとは思ってるんですけれども、まあ、ここのところでね、それがね、出てくるかっていうとね、ちょっとね、出てこないかもしれないっていうふうな感じになりますんでね。まあ、だから、ま、あその、この本、本のお話についてはですね、基本的には、ま、あその、植木屋さん庭師さんっていうよりは、まあ、会社のね、え、社長、私が、親として、会社の社長として、 ね、えー、どういうのを読んでるのかっていうのはね、わ、えー、かればいいんじゃないかなと、分かってね、いただければいいんじゃないかなと思いましたんでね。まあちょっとでもね、あの真似する方がいるのかいないのかちょっとわからないんですけれどもね。まあ、このね、えー、4冊読んだんですけれども、えーまあ、どれが1位かっていうのはね、言っちゃうとね、えー、いろんなことが起きるのかなと思います。 ね、控えといていただいてですねまあ、内容についてもねまあ、軽く別に言う必要もないのかなと思いますので、ね、読んでいただけたらなと思っておりますということでですね本日はそんな感じのお話をしておりますチャンネル登録もやすいいですよという方いらっしゃいましたらぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたしますということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございますまた次の動画でお会いしましょう